ボトルこの間畑野に全部飲ましたから。はい、あげおです。前ここで、あげおになんかあるんだってお祭りでしょ。こんな暑いのご苦労なこったね。そう、ベローチあるんだと俺この間言ってたから。でこっちでしょ。まあコロナがね、ある程度目処がついて、こういうね、お祭りが楽しい、まあお祭り楽しいのかな。こっちだよ。これでこれまっすぐ行くと、その韓国料理屋があって、その手前の細い路地を行くとあるんだよ。というわけでね、2軒目でね、焼き鳥太閤さんを予約したんで、1年ぶりぐらいだね。寒かったからね、あの時ね。1年ぶりぐらいに伺いたいなと思います。もう太閤さんは、美味しいことを知ってるので何の心配もございません。ここの手前を右に曲がります。通り過ぎちゃいけません。ありました。ああ見えた。前回間違えましたからね。僕はこれ大光って言っちゃったんで太光さんです。俺の記憶が間違ってなければ1986年からやってるはずです。ここに書いたんだよな。ほら、ありましたけど、86年って。おはようございます。すいません。スーパードライの大瓶と、赤星の大瓶ってありましたよ。これお願いします。すいません、頭を6本と、あ、自動出しだっけ。あ、本当ですか。じゃあそれで、ね、僕タンは自動じゃないですもん。タン2本ください。あと椎茸1本、とりあえず以上で、頭はそのままたくさんください。はい、いやもう最近の僕らの傾向として1軒目でアホみたいに食うから、もう2軒目食えないじゃん。でもさっきのジンギスカンぐらいだと食える。その草は食えるな。うん、この味噌だれがね、味噌、明朝炭で焼いてんだ。来ましたよ。おはようございます。塩結構捨てたよ。さあ、うん、塩加減ちょうどいい。うまい。
多分それしかない、うん、いやつが、うん、えーんって言ってる、いや食べましたけど野内くん2軒目でもそこそこ食えました ね、 でも2人で食って大瓶飲んで3400円ってガキの使い気ですかっていうぐらい安いねいい太鼓さんいいですよ寄ってください。本当はね1軒目に寄った方がいいんだよこの店ね。2軒目に寄っちゃったけど本当はパンパンでも食えるからね。そう本当は1軒目に寄った方がいいです。でもやっぱバニラアイス食いてえな。マックシェイクのバニラでもいいな。俺ストロベリーでもいいな。大丈夫です。ありがとうございます。すいません。